お世話になります。チャンネルルルです。私の使うカメラは iPhone なので、ジンバルはそれに合ったもの、DJI の COM6 を使っています。ジンバル自体は非常に良いです。ただ iPhone 側の問題で音声が弱いんですね。ちなみに今の音は iPhone のマイクです。うちのチャンネルでは音声入れないので問題なかったのですけど、ちょっと別件で色々ありまして音声も入れる必要が出てきました。となると、これにマイクをつけなきゃいけない。ということでマイクを購入しました。こちらです。ゼンハイザーの MKE200。スマートフォン撮影に特化していて評判も良さそうだったので購入しました。で、大体マイクリ全部そうみたいなんですけれども、固定方法がシューかネジになってまして、ここですね。見てもらうとわかるんですけれども、OM6、どこにも取り付ける場所がない。悩んでおられる方もおられるかもしれないので、急遽動画回してます。急遽動画回してますって言えて満足です。初めて言いましたけど。まあ、どっちも2年ぐらい前の商品なんで、急遽とかそういうものではないんですけれども、まあ、そういうことです。OM6 分解ができまして、三脚と本体に分かれます。ちょうどここにネジがありますので、ここに何かつくんじゃないかということで探しました。探したというか Amazon でジンバルハンドルで検索すると出てくるんですけど、それがこちらです。どこのメーカーか分かりません。中華製のどっかだと思います。概要欄にリンク貼っておきます。こちらを組み立てると、こうなります、ね。なんか、しっかりしてていいですね。これに、シューマウントとか、いろいろなサイズのネジが入っているんで、マイクとか照明が付けられるようです。で、付けたのがこちら。このダイヤルでギュッと固定できます。で、足元はくるくる回りますので、奥に向けたりもできます。ジンバル自体も干渉しません。カメラにマイクが映り込んでしまうような場合は、ジンバルの首を伸ばしてやるか、ハンドルを横にずらすか。で、ある程度対応できるかと思います。ただ、横にずらした場合、ちょっと問題がありまして、マイクには指向性というものがありまして、このマイクの場合、まっすぐ前なんです。なので、もしインタビューとかの場合にマイクが斜めに向いちゃってるので、本来のマイクの性能が発揮できないということになります。なので、マイクとハンドルの間に、自在に動く、ボール型のシューマウントを入れます。他のものも付けられるので、拡張性もあります。これで対象に向けて、マイクの方向を調整できます。横のつまみで、ロックができます。以上です。今 MKE200 で録音しています。音声を加工しているので、どうかとかないかもしれませんが、どうでしょうか。まあ、こんな感じです。それでは今回の動画はここまでです。ご視聴いただきありがとうございます。いつもご視聴いただいている方々、この場をお借りしましてお礼申し上げます。ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録、高評価いただけますと励みになります。それでは失礼いたします。